まだ青くて拙い脆くて足りない小さくて弱くてどうしようもない僕だ知りたかったんだ成功と失敗丸と罰の境界線を引くとしたらどこだろうそれじゃあ罰は丸になって失敗を乗り越えたとしたらそれを何と呼ばないか名前をつけよう夢は叶わない願いは届かないだから歩くのをやめてしまうのか努力は報われない誰も認めてくれないだから走るのをやめてしまうのか止まってしまうのかやめてしまいたい右なら10も100も1000もあったでもその全てがちっと君に見える一つがあった逃げ出すための言葉なら飽きるほど頑張ってもそれを壊さないのだろう輝きがあった花が開くように青い宝石が輝くように